メルハバ、アウカドゥスワ、ベニンアッビンユコ、ジョポニャリン、トゥーキエディドゥユ、エキムンデンソンラ、ベンビルカチャイアイ、カラカディウ、トゥーキエハッキンダチョクゼシェイラドゥイドゥン、ルフテンバナハンギイエメイエサジェンベトゥーキエデハンギイエリジライエエデセジェンソイレ。みなさんこんにちは、今ですねトルコ語で自己紹介をさせていただきました。この海外生活しゃべり場では海外でご活躍されている日本人の方をインタビューさせていただいているんですけれども、今回ですね機会がありまして、来月からトルコに数ヶ月滞在することになりました。この機会にですねトルコ語をちょっと学ぼうかと思ってちょっと頑張ってみたではあるんですけれども、難しいですねトルコ英語というのは。トルコではあまりねこう英語あと日本語を喋る方っていうのはもういらっしゃらないらしいんですよね。ですので、私が住んでいたこうニュージーランド、そして今住んでいるマレーシアですね、では英語で生活できたんですけれども、なんとトルコではかなり難しいということで、ちょっとねトルコ語を学んでみました。これからはですねこちらのチャンネルではトルコに住んでいる、日本人の方をインタビューするとともに、私の生活状況ですね、あとは、Vlog っていうんでしょうかね、というのを配信していきたいなというふうに思っております。皆さん、今後ともですねよろしくお願いいたします。じゃあそれでは失礼します。